全日本空手道連盟連部会は、空手団体の一つ。会長は、衆議院議員のまり明。全日本空手道連盟の協力団体の中で、唯一の防具付き空手団体であることを特徴とし、初期は、遠山博試験が総本部大師範、玉徳弘康が最高師範に就任した。空手会における、最初の全国大会である全国。 防具付から手道選手権大会を主催する団体。遠山博志県の皇帝らによって設立された半竹志館を源流とし、その直系の道場と防具付き空手に賛同した諸派によって形成された連盟である。全日本空手道連盟の協力団体の一つであり、いわゆる抗議の伝統派から手であるが、ストロングマンと呼ばれる防具を着用して、直接打撃の防具付き空手による組手試合を行う。 ことが特徴である。ただし、参加団体によっては、いわゆる全空連ルールに則っ,った組手も並行して行い、全空連の県連名に加盟して、国体等に選手を送っている場合もある。組手競技は技あり二つで一本勝ちとなる一本勝負であるが、防具付きから世界では最も当たり強度と正確性の判定が厳しく、強打しか取らない。この強打のみがポイントとなる点。 頑丈すぎる、ストロングマンを使用する点は、一撃必殺的、実践的であるという肯定的な意見と、危険、連続技が使えないという否定的な意見があり、評価が分かれている。連部会は1945年、東京球団に、遠山宏志県の修道館の皇帝たちによって、GHQ の監視を逃れる目的で設立された、道場である、半武士館を前進団体とする。 この半竹士館では、修道館の無流派主義を受け継ぎ、伝統的な形稽古を重んじながらも、剣道の防具着用による直接打撃の組手稽古を行った。武道禁止令の緩和から1951年には、連武館と解消し、1954年に防具、空手クターを装着した空手開催所の全国大会である全国空手道選手権大会を開催した。 この半武士館や連武館の防具付き空手を主導したのは戦後の空手テ言論会をリードした金城博士であり実業家のサ長道が支援した。そして1959年半武士館連武館の師範たちの死である遠山博士県の修道館を総本部に迎え全日本からテ道連盟に発展。流派を超えた空手の統一組織として当時の空手テ会重鎮の多数が 養殖に就任した。しかし、1964年現在の全日本空手テ道連盟の成立により、連部会という名称の防具付き空手の統括組織という位置づけで全日本空手テ道連盟の協力団体として今に至っている。なお、連部会から分派、独立した主な団体としては、全日本公式空手道連盟、日本武道空手現和会、 国際防具付けから手道連盟などがある。連部会直系の道場の中には便宜的に連部会流という言葉を使うところもあるが、連部会は、半竹士官を前身団体とし、最も厳粛なるべき、名術に二通りも三通りも変わった流の、イタリーは座名法があるべき理屈はないとの教えによる、遠山博志県の無流派主義を受け継いでいる団体のため、流派名は存在しない。なお、 遠山博志県は、空手道を、片やら、音名、呼吸の原理に根底を置いた、都市空間もって、身を守り、敵を防ぐ、攻防自在の、倫理的教訓を第一義とする武道である。と定義している。また、連武会は流派による、単一会派の団体ではなく、防具付きルールに賛同した、伝統派の諸派が集まった、競技団体であるため、小刀官流、片柔流、 糸投登浸透自然流など多様な流派の道場が加盟している。よって道場によっては、会派は、連部会流派はそれぞれ別、という形態をとっているところもある。連部会の形試合いは、紅白の旗ではなく、点数によって勝敗をつける。基本的には、全空連と同じく、形の正確性や極め、速さなどを評価の対象とするが、 やや勢いや極めの際の音を重視する傾向がある。点で異なる。全国大会は予選の上位8名で決勝を行い、得点の順に優勝、準優勝、3位を決定する。連舞会は指定型として以下のものがある。連舞会の組手は基本的には伝統派から手に近く、寸止めルールと並行、両立して修練する選手も多い。しかし、 一撃必殺的と評される通り、防具の上からでも有効と認められる強打のみが、技ありとなるがゆえ、前を離し、重心を低く構える選手が多い。組手試合のルールは全日本、防具付けから手動競技規定及び全日本、防具付けから手動審判規定による。なお、連部会の組手競技は帯を後ろに回すのが正しい。これは、ストロングマン装着時に、 帯の結び目が邪魔になるほか、防具などに引っかかることを防ぐためである。2015年までに、全空連会長の笹川隆は念頭にあったのは、フルコンタクトからっての排除であったが、世界空手連盟ルール以外の組手競技は認めない、方針を打ち出した。なお、蹴りは長年、前蹴りのみならず回し蹴りも足頭部で当てることとされて、いたが、第40回大会から、 セアシュゲリが解禁された。レンブ会は、防具付きカラテのパイオニアであり、使用する防具は、剣道の防具カラテクター、ストロングマン、ストロングマンと変遷してきた。現在は、ストロングマンの旧型から新型への移行期であるが、旧型を好んで使用する人も根強く残っている。アシサポーターは、男子は着用できないが、女子、子供は、大会ドクターの提言により、 着用可能となった。初期は戦後の武道禁止令により余っていた剣道の防具を空手の防具として代用。剣道の防具を参考に空手用に作られたもので布、革を主素材としている。安全性にかけ、群れと不衛生、重く動きにくい、デザインが古い、価格が高いなど問題点が多かった。連部会が防具改良組織委員会を組織し、 メーカーと共同研究の末開発したもの。麺、銅、グローブで1セット。第20回大会から正式に採用される。しかし、同時期に開発されたスーパーセーフに比べ重量の課題は否めず、レンブ海と公式空手が分裂する要因の一つになった。麺は塩化ビニル系樹脂と内装ウレタンの2層構造。顔面の前面部分は非常に頑丈で、 強打を浴びても試合中ノックアウトすることはほとんどないが後頭部のクッションが薄くタオル等で補わないと危険である。また、視界部分は剣道面に類似した鉄製であるのでスーパーセーフ等に比べ手刀や足頭蹴りの指を引っ掛けるリスクがあり、また拳や足後部は薪わらや砂袋などによって 十分鍛えておかないと当てた際に攻撃者自身が怪我をする恐れがある。銅は前と体側部に剣道の銅同様垂れ帯があり、防具装着時は帯の結び目を後ろに回す。旧防具装着時の事故を受けてさらに改良を加えたもの。面、銅、グローブで1セット。面は後頭部のクッション性が上がり、通気性、視界の広さ、フィット感いずれも向上した。 面は ABS 製に変更し日本検査車両協会の調査で前作よりも優れた衝撃吸収性を有していることが判明したが、それでもスーパー政府ーに比べると重量感はある。銅は素材が軽く蛇腹式に変更したことで動きやすさが向上したほか、垂体は前面に小さく残し体側部はなくなった。なお、当初は新材に中空 PVC を採用していたが、 強打ルールゆえにダメージを防ぎきれず、稀に割れるケースも報告されたことから、PR 板に変更された。グローブは、パッドの位置や厚みを修正し、フィット感が向上した。連ン会の加盟団体には、半竹士官や連ン間官の直径の支部として成立した、団体や県連名と、防具付き空手に賛同した諸派の会派や団体が、並立する形で存在する。 以下に、主な加盟団体を示す。組手の一般男子は、第28回大会以降、特に個人戦においては、安倍義文選手が重度制覇し、安倍選手が退いた後も、佐藤光信選手、近藤飛鳥選手の二人が優勝し続けるなど、長らく、宮城県勢の一強時代が続いていた。しかし、第47回大会では、個人戦で、外、 その広志選手、団体戦で、埼玉の忍誠館が優勝し、約四半世紀ぶりに、宮城が一般男子において、個人、団体ともに優勝を逃す結果となった。続く、第48回大会では、一般男子組手個人戦、団体戦ともに、神奈川が優勝した。また近年は、全空連県強化選手が、主力の青森県勢も上位に食い込むことが多い。 女子も、同様に、北浦る美選手、高橋成美選手など、宮城県勢が優勝し続けていたが、第45、46回大会では、カナダ支部のトレーシー・マカレッカ選手が連覇をし、優勝杯は国外へと渡った。形は、過去6度優勝した外、その広志選手や、国体クラスの選手が出場している、栃木県勢が、毎年優勝候補として挙げられ、 関東に有力選手が多い。連部会及びその支部が主催する大会には以下のものがある。連部会の全国大会にはオープン参加枠があり、有段者であれば所属団体に関わらず参加が可能である。ただし、防具の貸し出し等は一切ない。また、全国大会は開催時期がよく変動するが、近年はおおむね8月から9月の間で行われている。 女子の全国大会であり、昭和56年に始まった。別の名称を使ってはいるが、開催日時、場所は男子の全国大会と同日であり、事実上の全国大会一般女子の部である。全国大会と同じ昭和29年に開始するも、不定期に開催され、毎年開催されるようになったのは平成13年からである。 よって2008年の大会でも20回を数えるのみとなっている。この名称は大会としては6度であるが、年数では昭和29年昭和49年の20年間に及ぶ。第7回大会が昭和53年に開催され、平成13年の第13回大会から毎年開催されるようになる。主催は全東北北海道防具付け空手道連盟と、 宮城県防具付から手道連盟。昭和55年より毎年開催されている。開催時期は概ね初秋であるが開催場所は毎年変更し、北は青森から南は福島まで幅広い。全国大会には出場しない公式空手勢などの多流派、高い派の道場も参加し、盛り上がりを見せている。すでに全国大会では、 防具付けと明記されていたが、最初は東北大会ではそれが書かれていなかった。大会名に防具付けと明記されるようになる。北海道も包括した大会となる。西日本防具付けから手動連盟が主催する西日本における連部会の公認大会。平成28年に国重徹が会長を務める西日本防具付けから手動連盟が 西日本の防具付きから手回の発展を目的として発足し、同年6月に大阪府泉佐野市にて第1回大会が開催された。全日本から手道連盟が結成された際、各会派の全国大会を中止する申し合わせがあった。ほとんどの会派はこれを破って全国大会を開催し続けたが、連部会はこれを忠実に守り、大対策としてアジア大会を 昭和39年から昭和44年まで開催した。開催場所は第1回が東京、宇都宮、第2回がソウル、第3回がマニラ、第4回が宇都宮、第5回がソウル、第6回がマニラであった。連部会は世界大会がないため、海外支部はそれぞれの地域で大会を開催している。国際大会は、 アラスカ支部主催で行われており、基本的には北米圏内の道場のみが集まる。連部会神奈川が交流が深く、外、その広志選手は優勝歴がある。なお、アラスカ支部の大会は、ストロングマンは装着せず、シラフで行われている。各都道府県で行われている大会。ちなみに、連ン会の東京都大会は、回数が未だ第5回と少ないが、 これはそれまで都大会を主催していた東京都防具付けから手道連盟が国際防具付けから手道連盟の設立の際に連部会から離れたためである。東京都防具付けから手道連盟脱退後都大会は連部会の東京都本部が主催している。また都道府県大会を名乗らず参加道場の内部大会を開催している県もある。ありがとうございます。